こんにちは、オーメンズイレブンです。現在私は海ほたるにいます。前日の深夜に出発し、車の中で少し仮眠を取りました。西日本に台風が近づいているとのことで天気が不安定。花火大会までに落ち着いてくれるといいのだが。雨雲がすごいスピードで近づいてくる。中に入って昼飯を食べよう。フードコートへ行くか迷ったが、今回はゆっくりできるレストランへ。味が薄すぎる。食後は少し海ほたる内を散策。土産屋で商品を眺めているだけでほっこりとした気持ちになる。さて、そろそろ出発するか。出発したと同時に雨が降り出した。いつものことだ。知ってたよ。まずは本日花火大会が行われる木更津へ下見に。大規模な花火大会は人混みやトイレの問題を気にして行ったことがなかった。すごい屋台の数だ。途中ショッピングモールで酒や食料に到達を済ませる。この場所でも駐車場を観覧席として開放しているようだ。花火大会会場から結構距離があるんだが、トイレも酒も食料も安心だ。買い物を終えて本日泊まるホテルへ。木更津駅の隣にある君津駅。閑散とした雰囲気がまた最高だ。さて、夕方まで仮眠を取ろう。寝坊した。時刻はもうすぐ19時。そろそろ花火が始まってしまう。急いで木更津駅へ向かった。18分待ちか。ついてないぜ。撮影さえしていなければ18時55分の電車に乗れたのだがな。しかも遅延しやがった。木更津に着いたのが19時40分前後。駅前が無法地帯だ。
夏祭りの雰囲気、たまらなく好きだ。屋台飯を購入する前にしばらく歩いて花火の近くへ。この判断が吉と出たのか凶と出たのか今でもわからない。道中にピザをワンピースだけ購入。ある程度進んだあたりからこの先はまともに歩けないことを察した。すれ違うのはやっとだ。落ち着いて花火を見れる場所がない。この規模にもなるとやはり数時間前からの場所取り、もしくは有料観覧席が必須だと痛感した。混雑しすぎてまともに歩けない。ようやく落ち着けるスペースを確保することができた。障害物があるが、そんなこともはや言ってられなかった。屋台飯を買いに行くのは困難なので、花火を満喫する。電柱が止まんなかった。少し空いてきたが、まだ我慢。今はこのピザで空腹を満たす。綺麗だ。クライマックスだ。スターマインと電柱の組み合わせがまた絶妙な風情を出している。花火が終わると同時に一斉に帰路に着く人々。少し落ち着いたらようやく屋台飯を購入する。しかしその後しばらく落ち着くことがなかったため、強行突破で屋台飯を購入することになった。この行動が今日一番のストレスだった。なんとか戻ってくることができた。ようやく至福の時間の始まりだ。閉店間際ということもあり、じゃがバタが取り放題であった。さて、帰るか。
たいの照明も消え始め、祭りの後の寂しさが辺りに漂い始めた。この祭りが終われば今年の夏も終わりを迎える。ずっとこのままここに座って、長いようで短かった私たちの夏を、子供の頃のように語り明かしてみたいな。駅に到着。幸い下り電車だったため、スムーズに君津駅へ戻ることができた。なんか飲み足りないな。現地の飲み屋も良かったのだが、今回はあえてレストランで一杯だけ飲むことにした。花火大会ではやはりトイレを気にして、あまり酒を飲むことができないのが残念だ。ホテルへ帰ろう。部屋を慌てて飛び出した様子が今となっては愛おしい。病み上がりということもあり、買った酒は一杯もホテルで飲むことなく眠りについた。朝だ。いつものこいつでまた一日が始まる。さあ次はどこへ行こうか。はい、見てください、この綺麗な電柱。この電柱が見たくてね、木更津まで来たんですよ。ほんと綺麗だ。やっぱりね、大規模な電柱大会になるとね、これだけ綺麗な電柱を見ることができますので、ぜひ木更津の皆様来てみてください。